はいどうも、72年式のおじさんでございます。今回の動画は半年点検でございます。私もリターンライダーとして6ヶ月前にこのオートバイホンダ CB250R を納車していただきました。そして無事にね、6ヶ月を迎えることができました。このオートバイを購入したバイク屋さん、埼玉県草加市にありますホンダドリーム草加店さんに向かっているわけでございます。半年点検、正式名称はホンダドリームメンテナンスパック安心点検1回目ということでございます。ところがこの動画撮影の数日前にこんな出来事がありました。ちょっと待って、何水が溜まってるだと。これ今もう録画してるよ。え、何これ。なんでこっちだけ水溜まってんの。こうするからこっちに溜まんねん。いや、そういうこと。あったん来た。よし、行こう。マジ水溜まった。結構気にしてんのかよ。もうどっちかわかんねえな。いや、水溜まっちゃダメでしょこれ。いや、ちょっとライトに水溜まるって。ライト違う。水溜まるって。いや、同じでしょ。洗車しすぎたね。これ右ね。洗車しすぎちゃったね。信号右ね。はい。マジで。多分もう洗車しすぎて。だって洗車まだ2回しかしてないんだよ。わかんねえ。でも水ぐらい溜まんないですか、ライト。いや、電気ビリビリになっちゃうよ。今時だってあれでしょ、あの LED だけど弱電だから大丈夫やん。いやいや、弱電弱電バカにしちゃいけませんよ。そういうことじゃない。あ、どうも。この前ここにあの水が溜まってたんですけど、これ関係ないですよね。この中にですか。中、これ見たら、はい、ここ黒いパッキンがあるじゃないですか、はいはい、この黒いパッキンの外に水が溜まってたんですけど、はい、関係ないですよね、それね。特に、はい、異常ではないと思います。あ、そうですよね。はい、というわけで私の勘違いでございました。じゃあお願いします。まあ、何しろ私あのメカに弱いんでね、もうああなっちゃうともうテンパっちゃうんですよね。そして今これは店内の待合ソファーでお茶をご馳走になりまして、点検作業終了を待っているところでございます。今回の点検ではですね、まあ、エンジンオイル交換、そしてね、各種チェック、まあ、各種チェックって言ってるくらいなんでね、一体何をチェックしているのか私はわからないんですけれども、そして特別にね、リアショックのプリロードを1段階柔らかくしてもらうよう頼み込みました。まあ、リアショックのプリロードを1段階柔らかくしますと、乗車した時にね、スプリングがちょっと沈み込みますんで、ちょっと足つきがね、良くなるということでございます。まあ、これから夏に向けましてね、着ている装備がちょっと軽くなりまして、72年式のおじさんの乾燥重量がちょっと減りますからね、それを見込んでちょっとプリロードをね、柔らかくしてもらったということでございます。まあ、この調子のいいバイクをですね、
見てもらっているこのひととき、まあ、これがね、幸せなひとときと言いましょうか、なんて言うんでしょうね、所有感を再確認できるひとときといった感じでしょうかね。まあ、そうこうしている間に点検作業が終わったようでございます。あれ入ってないの？あ、ほらね、やっぱ こっちの勘違いだよね。はい、ここにほらうっすら水が入ってるじゃないですか、この隙間。あ、はいはいはい、これ勘違いだよね、うちは。そうですね、中にこう入っちゃってるっていう感じではないので。天下の本田原工業に水が入るわけがないんだからね。はい、ありがとうございます。少々はやっぱ隙間はないのはないんですけど、まあ、パッキンが入ってるところぐらい。パッキン入ってるもんね。はい、全然大丈夫だよね、問題ない、はい、パッキン入ってるもん。俺様のバイク、水が入るわけがないんだから。あざす。はい、はい、いや、あのね、これ違うんですよ。これ点検終わったら、バイク屋さんがね、いつも出発しやすいようにいい位置に止めてくれるんだけれども、ここがね、ガラス張りのお店でね、なんて言うんでしょう、ここを置くと、その来てるお客さん全員、それから店員さん全員がなんかね、見てるような気がして、いつも緊張しちゃうっていうことなんですよ。それでこれ今回はサイドスタンド払うの忘れてたっていうことなんですよね。本当情けないということでございます。まあ、今日はね、そういった感じでしょうか。ご視聴ありがとうございました。それではまたお会いしましょう。さようなら。